セピロス騎士団に何か。エンジェルズ社タイムサービス中。スモールサイズのフローティングリーフをお願い。大丈夫よ。なんだかエウルアの様子がいつもと違うぞ。まさかここに来る前からお酒を飲んでたのかな。確かフローティングリーフってコーヒーから作るんだよな。お酒の後にコーヒーって胃が爆発するんじゃないか。エウルアのお腹のためにも出す前にこっそりと水で薄めてやろう。味は悪くないわね。味噌であんなに薄めたのに気づいてないなんて相当酔っ払ってるみたいだな。バーテンダー、もう一杯。ん？待って、どうして君たちが？悪かったわ。さっきまでキャッツテイルに行ってて、そこで少し飲みすぎたみたい。ああ、一人でお酒を飲むのは寂しいしな。オイラたちと話せば気分も明るくなるはずだぞ。確かに一人でお酒を飲んでいたわ。ロンドにいるとどの酒場に行っても歓迎されないのよ。今日はせっかく気分が良くて、だからお酒を飲もうと思ったのに、また人に後ろ指を刺されて。君はどうやってそんなにたくさんの友人を作ったの？人が君のことを話すとき、その言葉にはいつも憧れが見えて、みんな微笑んでいるわ。なのに私の名前を聞いただけでみんな。ローレンス家に生まれたのはエウルアの意思とは関係ないだろ。それにオイラたちはそんなこと気にしてないぞ。オイラたちの知ってるエウルアはすっごくいいやつだからな。ただエウルアって素直じゃないっていうか、いつも人を恨んでるふりをして優しい一面を隠すんだよな。ちょっと、誰がふりをしているですって？本当かしら。
酔っ払っていても、そんな日が来るなんて想像できないわ。ずっとずっと私がセピロス騎士団に入ってからも、みんなは、あの金融野郎もそんなこと言ってたよな。エウルは、お前は自分のやり方で進めばいいんだ。いつかみんなが抱いているローレンス家のイメージをお前が変えてやろうぜ。ええ、ありがとう。私話はここまでにしましょう。今日は帰るわ。大丈夫よ、今は他のことを考えていられないもの。さっきの話をしっかりと覚えておかなくちゃ。帰ってすぐ紙に書かないと。酔ってるエウルアっていつもより素直になるんだな。でもあのエウルアの決め台詞を聞けなかったのはなんだか物足りない感じがするけど、あいつの酔いが覚めた後、この間のことは全部忘れなさいとか言ってこないよな。